Hey guys、 どうもココレモンです。今日もデッドバイデイライトを実況やっていきたいと思います。 Be a Survivor カッパクロウちゃんでやっていきます。ジョイナロビー Waiting、 少々お待ちください。 OK、 よいしょ。クロウちゃん一人、まあいいかな。レディ、あと2人待ちです。さあ来い。焚き火あったかそうだな。なんかここに焚き火の中になんかウインナーみたいなのあるけどなんだろう、木だよね。ウインナー焼いてんのかな。めぐちゃん、ウインナーパーティーにようこそ。最近寒くなったんでね、こういう焚き火、炎の温かさっていいですよね。あのエアコンの暖房とかよりも石油ストーブとかさ、炎の温かい感じが恋しい季節ですよ。寒がりなんでね。これずっとウインナー気になるな。見つけたらこう気になっちゃうウインナー1本巡って争奪戦だ。エベグちゃん鍵持ってますね。あと1人。なんかこのメグちゃん大きく見えるな。クロちゃんの方が ちっちゃい。まあ遠近法なのかな。ほらなんか大きく見えませんかメグちゃんでかっ。クロちゃんちっちゃ。あと一人まだかな。ちょっとワープしますか。おいしょ、来た。4人、ウインナーパーティーにようこそ。キラーのチェック待ちです。マッチスタートイン。45 43 42 41。キラーさんどうした、いろいろ選んでんのかな。よし OK、 43さあやっていきましょう。女性陣女子会でウインナーパーティーだお、だいぶ暗くなりますね。見えにくくなります。さあキラーは何でしょうか。最近ナースになかなかナースとか合わなくなりましたね。さあやっていきましょう。フック近い、フック発見。じゃあこっちから行きましょうか。キラーはなんだろうな。お、ペグちゃん発見。ブギーマンかなやっぱり。お、いるー。さあつけていきましょう。よし150円、早かったですね。相当なんかメグちゃんも僕も近いところにところでスタートしましたね。でまだレベル1の状態なので、まあ走って逃げてれば追いつくことはないでしょう。さあ直していきますよ。おっとレベル2に上がりました。150円、クロちゃん到着。逃げてく。150円だいぶ慎重ですね。お、つけてかない、逃げてくつけていきましょう。走ってく、ついてく、走ってく、ついてく、詰まるお
でい。じゃあつけていきますか。よいしょ、リペア開始。50円なんでよ。50円ジェネレーターにそっと触れて逃げていく。隠れる、そこに隠れる。ポイント入んないの。ひょこひょこしてんじゃないよ一人負傷、安全確認してからつけるつけるつけ、あー花火花火こりゃ150円。面白いね。メグちゃんがタゲ取りをしてます。150円つけていきましょう。つけてかない、逃げてく、走る、ついてく、ついてく、しゃがむ、走るなんだこれ。ジェネレーター回していきましょうね。あっと、ダウンだ。さあ助けに行きましょう。地下かな、地下だな。おら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 、一旦じゃあ離れましょうか。よっしゃ、ここで待機です。はい、バレるか。あーバレた。あーやばいやばい、ストークされないように。でーリーチ長いっすね。おっしゃ、キラーブラインド。ほいほいほい、ほい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 、誰か一人行ってくんないかな。行ってくれないか。リペアしましょう。間に合うかな、きついな。150連発、50円ダメだ。50円、おっしゃ間に合うか。レベル3になっちゃったな。あー逃げて逃げて、あーレベル3だと一発食らうのも無理だしな。大丈夫か、大丈夫かな。地下で直しに行きますか。よし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 、ほい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 、1段階まず完了させましょう。 OK、 はい、一気にいっちゃいます。はい、いいの。あ、来た、やばいよ、集まってる。まだレベル3かな。ナイス、オッケーで回復しちゃったらつけちゃいましょうか。こっちにおびき寄せましょう。あーダウンだ、助けに行きます。あーそっちか、くっそ。あーダメだ。あー一撃か。ジェネレーター残り1つ。ん、ここにあるかな。来てやろう、ストークされたろう。
おー あ、なんか今すごいいいのあったぞ。痛い、痛いじゃねえか。この野郎。なんか、いいアイテムなかった、今。鍵ある。これは欲しい。え、嘘、マジか。危ねえ。ちょっと鍵の場所だけ、後で取りに行きましょう。あ、ここまずいかな。オッケー。セルフケアします。50円。60秒経つまでちょっとおとなしくしてましょう。あ、まずいな、ここ。あー、くそ。場所が悪かった。おっしゃ、もがきます。鹿だな。仲間が来てくれたらいけますけど、どうかな。ああ、左肩タイムだ。今もうレベル2の状態。え、ああ、これでレベル2か。レベル2の状態なので、まあ、助けやすいんですけど、どうかな。離れてく。頼む頼む、お願いだ。俺にはまだやらなきゃいけないことがある。そうだ、メグちゃんの戦利品を使ってハッチ脱出だ。キラーがなかなか離れないですね。あと一人のクロちゃんを追いかけられてる。あー、一人はアイテムボックス漁ってる。頼む、来てくれ、頼む。あー、頼む。離れてくな。やらなきゃいけないことがあるんだ。ああ、来てくれ。ダメだ。残念すぎる。残念です。そうですね、アップデートされてからランキングが低い方ともね、マッチするようになったので、ランク低い方より高ランクの方がやられる場合が多くなりましたね。やっぱり、ほら、どっちもランク、まあ、高い方じゃないですか。低い方が、隠れてるので、ポイントが全然入んないんですけどね。どれどれ。バレてるよ。で、結局、あんなんですよね。協力しないとこうやってやられちゃうんで、低ランクの方も積極的に動いた方が上手くなるんですけどね。まあ、しょうがないでしょうかね。多分、助けに行かないだろうな。どうだろう。やられちゃうんじゃないかい？後ろを見なきゃ。後ろじゃない？じゃん。ここは一旦どうだろう。脱出ルートを確保したいところですけど。明る。随分明るいとこ隠れたね。速攻見つかっちゃうぜ。もっと周り見ないと。左。ああ。ああ、クロちゃんが、レベル下がりましたね。チャンス。いけろ。
ああ、これはきついんじゃないか。あい、ダメそうですね。出ましょう。キラーもランク1の方でした。はい、それじゃあ今回はここで終了したいと思います。次回もデッドバイデイライトやっていきますね。ぜひお楽しみにしててください。それじゃあまたね。